大阪杯は日本中央競馬会が阪神競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。成勝は日本橋協会連合会会長賞。本競争は春の中距離路線の最強馬決定戦となっている。1957年に5歳以上の馬による重賞競争大阪杯競争として創設された。競争名は1964年に 三景大阪杯と解消された後、1989年より三景大阪杯となった。創設時は、阪神競馬場の芝1800メートルで3月に行われていたが、距離や試行時期は幾度かの変遷を経て、1972年より芝2000メートルで定着。試行時期も1982年より、大歌賞の全集に移され、現在に至る。 外国産馬は1984年から地方競馬所属馬は1995年からそれぞれ出走可能になり2003年からは外国馬も出走可能な国際競争となった2014年から2016年までは本競争の一着馬に天皇賞の優先出走権が付与されていた2017年より GI 賞を獲し名称を大阪杯とすることが 2016年10月17日に日本中央競馬会から発表された。優勝馬には当概念のアイリッシュチャンピオンステークスへの優先出走権が与えられる。また同年より天皇賞、宝塚記念とともに同一年に行われる三競争をすべて優勝した馬に報奨金が送られることになった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格。 サラ系4歳以上負担重量、定量2016年までは、天皇賞のステップ競争に指定されており、地方競馬所属馬は、天皇賞の出走候補馬に優先出走が認められていた。2020年の一着賞金は1億3500万円で、以下2着5400万円、3着3400万円、4着2000万円、5着1350万円。 距離はすべて芝コース。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第8回から第32回まで三 k 大阪杯、第33回から第60回まで三 k 大阪杯。各回競争結果の出展。ありがとうございます。